トロピカーナ果実の炭酸地中海スイーティー数量限定果汁 13% 炭酸を飲みたいと思います。なかなかいい感じじゃないですかね。美味しそう。グレープフルーツなのかな、スイーティー。ああ、甘酸っぱいあのフルーツのいい匂いがしますね。はい、ではいただきます。ああ、いいですね。程よい炭酸で、失礼、飲みやすいし、もうほんのシュワシュワ感がよく味わえていいですね。口の中もちょっとシュワシュワが残っている感じです。甘さはそんなね、すごい甘いわけでもないので好みですね。はい、あの微妙、あんまり甘すぎるのねあれですけど、程よい感じでね、いいです。あー、甘い。スイーティー、あんまりね、果実はほんのりっていう感じで、まあそれもいいかもしれないですね。がっつりあのあるじゃないですか、よくあの果物系のやつでね、味がすごいついてるわけっていうわけではないけど、ほんのりついてる感じで、グレープフルーツくん、まあグレープフルーツかなの味ですかね。飲む前にゆっくり一回逆さにするとより美味しくいただけます。これ結構忘れるんですよね。もし買われる方は一回あのなんか逆さまにして、多分果実がね下に溜まってるのかな、あんま分かんないですけど、はい、そうした方が美味しいかと思います。もうあんまりなくなっちゃった。あ、甘かった。はい、これいいですね。まあ残念なのがこれ数量限定っていうところですかね。はい、クラッシュ果実パルプ入り、もうあんま分かんなかったですけどね。まあそれはともかく、なかなか個人的には良かったです。というわけで、トロピカーナ果実の炭酸地中海スイーティーを飲んでみました。ご視聴ありがとうございました。